BJ のの時にもこの案は実は実すでに出来上がってたんですでこれをやりましょうかって言った時に「ブラック・ラック」という合併があってあの結局フェードアウトしたんですけどもで1年間辞めた後一1年間投資協がやってでもなかなかいい相手が定期相手が見つからないということで自分でやるしかないかなっていうことでやったところちょうどあのもう一人のファンであるタニアっていう人と出会ってでタニアもそう思ってもらって。 であのやっぱり投資に関しての効率性ってものすごく悪いよねと。でタニアっていうのは以前あのライフネットとかいわゆる保険のネットですよねとか保険の窓口とかいうようなことでやっぱり民主化を図っている人間でありまして、まあ、投資信託についてのビジネスは非常に、まあ、あの合理的ではないということで、まあ、そこでまあうまく話があって。 あの金融でスタートアップっていうのはですね、まあ、正直言って第一あの自,自己資本規制とかいろいろあったりして最低限の純資産はこのぐらいないといけないあるいはあのコーポーガバナンスがちゃんとしないといけないけど最低7人は必要ですということになるとですね当初から相当な金額必要なんですよ。で運転資金をある程度集めないともうそもそも立ち上がらない。 まあそれを私とタニアとあとあのありがたいことに兄弟のまああの加藤先生が一緒になってビジネスモデルを作ってであのまあこういうビジネスモデルでこういうターゲットでえ考えてますって言ったらまあ初めてなんですけども東京大学のエッジキャピタルっていうのと都キャピタルこれ兄弟の連携ファンドなんですそこからお金が出たと。細々とやるっていう決断もあったし いやこれは大きくしないと意味がないですよっていう人がいてやっぱそこらそれを実現する若い人がいたわけですねでじゃ多分自分一人だったら僕決断ようできなかかったかもしれないですでもそういう、まあ、何かあの優秀な人材が若い人たちが行動力を持ってお金を集めてきたのでやっぱり教えられることが多かったっていうのは若い人に教えられることが多かったっいうのはそれ,それなんですね。 いや僕はできなかったなと思いますよ。でもやっぱさすがだなと思って。でそうするとやっぱそういう会社になるとやっぱりよりそういうタレントがの能力のある人が集まってくるっていうまあ好循環もあって。うん、でもまあいろんなあのなんだろうえっ、ー、とハードルがあったからこそそこを地盤固められたっていうことは事実ですよね。あの順調にいけばいくほど多分甘くなっちゃうので、まあそれはある意味。 自分が甘くなることをまあ避けるとてもいろんな試練を与えられたと思う,思うようにしてます。あのもっととこういういい運用会社が僕は出てきてききるべきだと思いますでかつでそれでやっぱり切磋琢磨していろんなあのいわゆるサービスを提供すべきだと思います。ただ僕としては一番いいサービスを僕は出せる自信があります。で あのよくあるのは差別化した商品を出すっていうのがよく言われるんですけど僕は差別化すするる必性は全くないと思ってるんですよ BGI でもそうだったんですけど究極お客さんのニーズで徹底的にそうっていうのが一番であのさお客さんは差別化することは望んでませんから一切あの自分のためになることしか考えられませんしそう,そうあってほしいので他と違うサービスをやってくれるっていうのは何にも望んでないんですよお客さんって。 ちゃんと正当なことを、あの、あの、自分の手の届かないところ、かゆいところまで。あの、サービスしてくれることを望んでいるだけなので、まあ、それをもう究極やり続けることが。最終的で差別化になると思ってます。で、それがわかる人間がやっぱり必要ですし、それは金融、バターの人間だけじゃ、多分ダメだと思うんですね。あの、思いつかないようなところを。僕らが、こう、こう、サービスを。 提供すると「ああそれそれが欲しかったんですと」というふうになれば一番いいでそれを僕はやりたいと思うし僕はできると思ってる。で多分これをいこれを言われてるんだろうな遠回しにというふうにしてあのあ、まあ、戦略というかサービスを提供すれば、まあ、それがヒットすると非常に嬉しいわけですよやっぱりそうだったんだと。に 東京大学エジキャピタルとかミヤクキャピタルという教題があってこのもう一つのルールとしては社会的貢献っていうのと大学の知財を使えっていうこの二つが必ずあるんですよこれがない投資しないいしんですねこれが結構我々にとってガバナンスになっていると思いますこれが収益性だったら僕ちょっといわゆる耕えた道を歩む可能性があったかもしれないですね。いろんな圧力があって あの収益性上げ上げろとか言われれば、いろいろ責められればそうなっちゃいますよね。でも、そういう一番中心となる。そういうその出資者がそういう考え方なので、僕らとしては自分の信じる道をあのまっすぐ歩めれるっていうのは大きな財産ですよね。